好み焼き。美味しそう、ね。いただいた。いただいた。うん、美味しそう。美味しそうやね。すごいボリュームがある。いただきます。美味しい。美味しい。うん。冷蔵庫もね、ちょっとちっちゃくなって。うまいね。大きかったら大きいなりにいっぱい物を詰めてしまうけど、小さかったら小さいなりにね。うまいね。うん。何でもそうやね。そうそうそう。収納が多かったらやっぱりね、物を増えて収納してしまうしね。うん、そうそう。掃除機も前は、うん、3台やった、うん、で今はもうあのハンディタイプの軽い、ね、軽いやつ、うん、で一つで十分やし、うん、テレビも以前3台やったよね。そう、3台無駄やね。無駄やね、本当に。今は1台になったけど、うん、あのテレビもダメになったら次は、まあ32インチぐらいの安いやつで、ね、うん、十分いけそうやね。家電も少しずつ数も少なくなり、小型化しててね、サイズもね、うん、ちょっとちっちゃくなって、やっぱり、うん、物をやっぱ減らしていきたいね。そうね、必要なものを必要な分だけ。そうやね、うん、それってね、家電もそうやけど、洋服とか自分の持ち物なり食料にしても、そうだね、ね、必要な分だけ、あまりいっぱい溜め込んでしてたら、うん、賞味期限が切れて食べないずくに終わってしまったりとか ね、 ね、なおね、省いていって、うん、必要なもんだけ買っていったら、うんうん、自然と節約にもなるし、そうやね、節約にもなるし、すっきりするしね、部屋もね。あ、そうそうそう、食べ過ぎた、食べ過ぎた美味しかったね。美味しかった。ごちそうさまでした。ああ、ため息が出る。マナラホットクレンジングゲルマッサージプラス、こちらご提供いただきしばらく使っているのですが、とても使い心地が良くて大変気に入っています。乾いた手に取り、顔になじませてマッサージすると、柑橘系のいい匂いとお肌がポカポカする感じにとっても癒されます。ヤッホーのポーズでマッサージをしたら、あとは洗い流すだけ。今まではクレンジングクリームと洗顔フォームのダブル洗顔をしていて、やはりどうしても突っ張り感や乾燥が気になっていました。これを使い始めて不思議なくらいしっとりして、それなのにメイクはしっかり落ちています。洗い上がりのしっとりもちもち肌に大満足です。これをオレンジ色なんか蜂蜜みたいな、そうそう、で顔につけて、うん、その風合いでお、すごいぬくい、熱くなってきたすごい、ほてってる、ね、オレンジのいい匂いが、うん、いい匂いするよね。いい匂いする、うん、すごい、でもあとあの急いでくれて、まあ、お顔ね、マッサージして、うん、うん、気持ちいい、気持ちいいでしょ。めちゃめちゃ張りが出てきてる。なんかもちもちしてへん。してるしてる。ね、すごい。ね、なんかプルプルしてるね。プルプルするね。うん。いい匂いするし、なんか若返ったよ。あ、でもなんかちょっとなんか垢抜けてるような、汚れが取れた。使おうかな、これ、ね、うん、ちょっと一緒に使おう。あ、いいの使って、いいね、いいよいいよ、使わせてもらう。どっちでも。
わらで、うん、年齢ってかなり違ってくるよね、うん、対人関係の仕事してるから、うん、あ、そっか、やっぱりね、老け込んだ、うん、よりもやっぱりちょっとでもね印象がね、印象が違うと思うね、うんうん、そうやね、肌に張りがあるのとないのとでは運転の差やね、うん、そういう年齢が出るもんね、うん、めちゃめちゃ出る、thank you.